ははいどうもこんにちは今日はこのチェーンソーとか草刈り機の混合オイルの嘘に騙されないためのお話をします。実は YouTube 上でこんな嘘があります。バイクのエンジンは8,000回転とかせいぜい1万回転ぐらいしか回らないとそれに対してチェーンソーっていうのは1万4,000回転も回るんですと。だから 価格が高くても潤滑性の高いエンジンオイルを使ってくださいとそういう噂が流れてますでもこれ実はねインチキなんですよ嘘なんですよで、えー、こんなね嘘がなぜ流れたかっていうとどうやらね高いエンジンオイルを買わせたいらしいこの嘘に騙されるとどうなるかっていうと高いエンジンオイルを買わされます1リッターあたりね、えー、5千ン近くします 販売価格ね、えー、値引き後の価格が4000円以上しますそういうね高いエンジンオイルを買わされますで高いのと安いのどれくらい差があるかっていうと倍以上差があるんですよで結局どうなるかっていうと例えばねここのチェーンソーなんか2万円ちょっとしかしないんですよ結局ねエンジンオイルの差額でチェーンソー1台買えちゃうんですよ それぐららいいね馬鹿らしいことになってるんです、ね、何しろあのエンジンオイルね安いのと高いので値段倍以上違いますからそれでしかも高いエンジンオイルがこのチェーンソーとか草刈り機に適さないっていう場合があるんですで適さないとどうなるかっていうと壊れちゃうもともこもないですよねでこんなことにならないためにのお話をします。それで そもそもこの1万4,000回転も回るから高いエンジンをオイルを使ってくれっていうこの噂ですけどこの噂が広がったのには理由があります。それは焼き付き付っていいうことが怖いんですよ2サイクルエンジン混合燃料を使ってる例えばチェーンソーでも草刈り機でもねこういうのを使ってて、えー、一番怖いの焼き付き付です僕も怖いです。例えばこののチェーーンソーなんていうのは で30万のチェーンソーが安いオイルを使ったために焼き付いたら元も子もありますんそんなことにならないために仕事中にエンジンが壊れてしまったらまあ大損害ですよその草刈り機の値段が仮に安いとしても仕事がストップしてしまって仕事が終わらなくなってしまって。 結構大損害です。で、プロとしてもね。恥ずかしいですよね。うん、それだからね。あのプロでもまあ、一般の方でも誰でもね。焼き付きっていうのは非常に怖いんですよ。でえー、まあ、50対1のエンジンオイルを使えばたった2。2%のエンジンオイルでエンジンを焼き付かないように守ってるわけです。それは事実なんです。だからエンジンオイルについてね。 高いオイルを使ってくださいとか言われるとそうなのかなまあどれがいいのか分かんないですかね普通にはね、えー、ちょっと使ったのではどれがいいのか分かりませんだから高いオイルを使っとけばいいのかなっていうことで皆さんね高いエンジンオイルを買います。で僕もこういう2サイクルエンジンを使ってて一番怖いのは焼き付きです。だからその不安につけ込んで 高いエンジンオイルを売ると商売の手法として人の不安につけ込んで、えー、高い商品を売りつけるとそういう理由もあって、えー、この間違った噂が広がったのではないかと思いますではね、えー、どうやったらその自分に適したね、価格も安くて自分の機械に適したエンジンオイルを 見つけられるか、その方法について説明します。冒頭のバイクのエンジン、バイクのエンジンは、あまあ、スクーターのものだったら、七千回転ぐらい、六千とか七千回転。で、スポーツバイクであっても、八千五百回転ぐらいでレッドゾーンになってしまうんですよ。それに対して、チェーンソーっていうのは、一万四千回転とか、それ以上回るものもあります。それは確かです。だから。 潤滑性の高いエンジンオイルを使ってくださいとそれは嘘ですまずこれが1キ筒当たり 125cc のエンジンのピストンですそしてこちらが 30cc のチェーンソーのピストンです大きさが違いますそしてこれが同じ1万回転で回った時 これね実はバイクのエンジンっていうのは 125cc ぐらいのバイクのエンジンっていうのはこのピストンの直径とピストンのストローク同じぐらいなんですよ。これ実はピストンの直径が、mm、ぐらいありますでこちらねこちらは実は 30cc のピストンなんですけど。 これねこの草刈り機これ 21.7cc 21.。でこれのピストンの場合このピストンのストローク27ミリぐらいです上下するのが2 7ミリでこっちは5 4ミリつまり1回転で、えー、こちらのピストンの方が動く道のりが倍長いんです。 ということはどういうことになるかっていうと同じ1万回転で動いている時ですねこちらは道のりが倍長いので倍のピピスストンスピードになります。こちらは半分のピストンスピード。ピピスストンスピードです。つまりこのピストンスピードっていう指標を基準にすれば自分に適した自分の機械に適した エンジンオイルを見つけることができますピストンスピードピストンが動く平均スピードですねピストンが下支点にあるときから上支点さらに下支点まで戻る一つのサイクルのピストンの平均スピードですこれを秒速で表したのがピストンスピードですピストンスピード実際どれくらいあるのっていうことですけどストロークが二十七ミリ 2センチ7ミリですね、27ミリ。それが1万回転回ったとき、秒速にして9メートルです。秒速9メートル。陸上競技の100メートル走の選手、例えば紀流選手とかが走った時の100メートル走ったときの平均スピードは1秒間あたり、 十メートルです。それよりも遅いんです。で、同じ一万回転、これはストロークが倍の五十四ミリあります。これの場合はピストンスピードは倍の十八メートルということになります。それで、えー、僕があの整備士の勉強した頃はピストンスピードっていうのは一メ一秒間あたり二十二十メートルが限度と言われてました。 でも、えー、最近は、ねえー、一般の乗用車でも、うん、ピストンスピードを1秒間20メートルこういものもあります24メートルとかそのぐらいのスピードのものもありますスピ,ピストンスピードが速ければ速いほど物理的な限界に近づいているわけですピストンスピードを、ねえー、ちなみに時速に直した場合、えー、秒速9メートルー時速にして36キロです。 でえー、秒速18メートルはそのバイトこの草刈り機ね草刈り機で1万回転回したとしても、まあ、自転車のスピード程度桐生選手の 100m 全力疾走よりも遅いぐらいのピストンスピードしか出てないわけです。それで、えー、このピストンは、まあ、シリンダーと摩擦するわけですが。 その摩擦生じた摩擦は熱に変換されますピストンアルミでできてますけどアルミの温度が六百六十度以上になるとアルミは溶けますつまりそれ溶けた時に焼き付いてしまうというわけですピストンがゆっくり動いていれば摩擦も少ないと摩擦が少なければ摩擦によって発生する熱も少ないとやす焼き付きの リスクが小さくなるとで、このピストンとこのピストン同じ回転で回った時同じ1万回転で回った時その速度は倍違うと焼き付きのリスクですね焼き付きのリスクピストンスピードという指標を使って、えー、見た焼き付きのリスクですだからエンジン回転数だけでは焼き付きのリスクはわからないんです では実際にどのぐらいのピストンスピードでどのエンジンオイルを使っていいのか一般的に排気量が小さいほどピストンスピードは遅くなります排気量が小さいほど焼き付き付のリスクは小さくなりますそしてこのチェーンソーとか草刈り機の場合、えー、同じ排気量でもショートストロークエンジンという設計になっています、えー、ピストンの直径 よりもピストンの工程が短い設定になってますこの方が焼き付きが少なくなりますこのシリンダーとピストンについてもコンロットの大端部のベアリングについても焼き付きのリスクが少なくなります焼き量が小さいほど焼き,焼き付きのリスクが少ないとそしてショートストロークボアストローク比がストロークが短いほど 焼き付きのリスクは少ないということになります。えー、実際にエンジンを使ったとき、元々エンジンに負荷をかけない、アクセルはあまり全開にしない機械っていうのもあります。それがこの仮払機でこの仮払機にチップソーっていう切れ味があ鋭い刃をつけた場合、さらに回転を下げるんですよ。まあこのエンジンでしたら1万回転ぐらい回りますけど、うんまあ、排気量が 小さいいので回回転ぐらい回しますあとこれよりね大きな 25cc ぐらいの草刈り機にチップソーをつけた場合6,000回転とか5,000回転とか6,000回転でも十分仕事ができてしまいます。つまりピストンスピードがまあ8メー,ターとか7 8メー,ターですねになっています。7 8メータータ 以下で常用運転するのであればこ,これですね100対1で使えるうオイルですオイルっていうのは25対1よりも50対1の方が焼き,焼き付きのリスクは高くなりますでこれは100対1ですから50対1よりも焼き付きのリスクは高くなりますそれでも ピピスストンスピードがね、えー、例えばチェーンソーとかの半分ぐらいになりますからこの草刈り機でチップソーを使った場合、えー、ピストンスピードにすると半分ぐらいになりますから混合比も倍の混合比で,、えーでえー、焼き付きの心配がないとだからこの100対1これで十分だとあとコストについてもこれ 値段も安いですし 1000300cc で1200円ぐらいでそれで混合がが100対1対ですからさらさに値段が安いですまあだからプロも使えるとエンジンオイルを使う量が少ない一般の人でもこの容器自体ね 300cc 入りですので、えー、使い切りやすいとだから一般の人からあープロの人まで使えると。 プロの人は大量に使ってもコストが安いとで一般の人はまあ1年かけてこれを使うとかね1年で使い切りやすいサイズということで、えー、この1リッターを買ってしまうとねなかなか1年で使い切れなくて次のシーズンはオイルの品質が傷んでしまうっていうことはありますけどこれは使い切りやすいと。だから草刈り機でチップソーで草を刈るのであればこれがいいと。 25cc 以下でチップソーを使うならこれもう一つこの100対1を使っていいことがありますそれはカーボンの発生が少ないっていとうことですあのエンジンオイルっていうのはガソリンと違って引火点が全然高いんですよガソリンっていうのはマイナス40度でも引火しますけどこれは摂氏70度ぐらいで引火しますだから 燃えにくいんですよねだからその燃えにくいものを少なく入れると1リットルに 10m リリしか入れないとつまりはカーボンの発生が少ないとでカーボンっていうのはどんな困ったことがあるかっていうと大体ね今の2サイクルエンジンを壊したり性能を下げたりしてるのはカーボンです。このの小さい燃焼室の中にががが溜まままっっっっててててしし圧縮比が上がってしまって えー、壊れてしまうとピストンリングに詰まってしまって、えー、焼き付いてしまうとあとは排気ポートに詰まって出力が落ちてしまうといろんなこあ性能低下とかあエンジンブローの、うん、原因を作っているのがカーボンですそのカーボンをの発生をお手っ取り早く少なくしてしまうのは混合比を薄くすることです。それが可能なのは これ百対一のエンジンオイル草刈り機ですね二十五 c c 以下の草刈り機でチップスを使っている場合ちなみにこれ丸山製ですけど丸山の草刈り機に使ってくださいと書いてありますけど構造的に例えばゼノアとかねそういうものでもほとんどあの同じです同じピストンの材料を使って同じ構造のエンジンを使ってますだからまあ大人の事情でこの丸山のオイルは 丸山の草刈り機に使ってくださいと書いてありますけど実際は問題ないと思いますまあこれはメーカーでは言ってないですけど実質的にそう自動車工学的にこれを他のメーカーの、ね、草刈り機に使ってダメな理由はありません 25cc 以下の草刈り機にチップソーで使うのであれば全然問題ないと思いますピピスストンスピードっていうス 指標を使ってて説明しているメーカーカ直接ピストンスピードっていう言葉は使ってないんですけどこのハスクバーナーについては排気量 55cc を境にこの,潤滑性の高いいい化学合成オイルを使っててくださいと勧めていますそして 55cc 以下のエンジンにはこのロースモークタイプの LS プラスっていうエンジンオイルを使ってくださいと。 このハスクバーナーでは説明しています。つまり、これはピストンスピードが高いエンジンにはこれを使ってくださいと。ピストンスピードが遅いエンジンには、このロースモークタイプを使ってくださいという説明です。と同じです。XP と LS プラスの違いは、こちらが化学合成オイルで、 これシンセティックって書いてありますけど、こちらが化学合成オイルでた潤滑性が高くなってます。そして、えー、焼き付きのリスクの高い、えー、排気量の大きいエンジンに適しています。そして、えー、同じ排気量のエンジンで、えー、このとこれをねレースプラスとエックスピーを使い分けた場合、こちらの方が カーボンの蓄積は多くなりますだからこれは排気量が多い大きいものに適しているとそういうわけです。そして、えー、このちなみにこのエンジンオイルですねこれは、えー、1ダース単位で買うと安く買えるんですよ。でメーカーによってはあ10本単位で買ってもあまり安くならないエンジンオイルもあります。 そういうのはもう価格的にプロはプロとしては使えないんですよもう何枚も違ってきてしまうので、えー、同じ性能であっても安いオイルを使うのがプロであるというわけですこの化学合成オイルハスクバナーナの XP オイルを使うのは 55cc 以上のエンジンにこれを使うとそして 55cc 以下の チェーンソーや草刈り機にはこれを使うとロースモークタイプそして草刈り機の中でも 25cc 以下でしかもチップソーを使ってエンジン回転をアクセルを全開にしない使い方であればこの100対1を使うとまあ他にもこういうやまびこのブルーシード,ドとかありますけどね これも容器の大きさが 400cc 入りです。これ1リットル入りもありますけど 400cc 入りですこれの場合ね。だからこれで一般の方であれば 400cc 入りだからこれよりも使い切りやすいとそういう意味でこれもおすすめします。それでカーボン除去能力についてもこれと遜色ありません。あと、 ヤマビコのエンジンですねヤマビコのエンジンを使っている場合でしたらこのエンジンオイルを使っていた方が保証も受けやすいとそういう意味で、えー、これは五 55cc 以下のヤマビコのチェーンソー草刈り機に適しているというわけですえつまりピストンスピードっていう指標で見て一番焼き付きのリスクが少ない 機械にはこの丸山の100対1それよりも焼き付きのリスクがある場合はこの LS プラスかブルーシードを使うとでまあやまびこのエンジンであればやまびこのオイルを使っていった方が保証とか何かといいのではないかとカーボン除去能力については あまり差はないとどちらもカーボン除去能力は優れていいるというわけですそして 55cc のエンジンや焼き付きのリスクが高いようなねハードに使うエンジンにはこのハスクバーナーの XP っていうオイルを使うとでプロの場合であれば1ダース1ダースまとめ買いするとボリュームディスカントが受けられると。 いうわけですこれでねあのピストンスピードっていう、えー、指標を理解していれば不安なくこの100対1でもね不安なく使っていただけると思いますそして、えー、最終的にカーボンもたまりませんのでエンジンも壊れにくいとお金もかからないとエンジンオイルも使い切りやすいので、えー、質が悪くならないというわけです。これが正しいエンジンジオイルの 選び方です。はい、以上です。